ったら小集合の時間ですよ。今日ね、あれです、濃いやつ、なんでしたっけ、これ、絶対これ、美味しい、美味しい、なんとか、ずっと興味があって、なんでしたっけ、ラーメン、しまった、でしたっけ、あれ、これ絶対うまいやつか。はい、どうも、楽しいご飯の時間ですよ。今日ですね、これなんだっけ、豚骨醤油の、これ絶対うまいやつでしたっけ、なんだっけ、濃い、やつで、5色とか入ってるじゃなくて、3色にやってて、醤油と、これと味噌があるのかなって、これ豚骨醤油なんですけど、味噌があるのかな、それのやつで、いや、出てきた。これ絶対うまいやつだ。これ絶対うまいやつってやつでした。豚骨醤油、丸の丸濃い、どっちで、丸のなの、丸濃いなのかな、で、のやつです。相変わらず鼻詰まったままでやってるので、喋るのも息継ぎがちょっとね、あれなんですけれども、野菜をたっぷり使ってね、これはさやえんどう、さやいんげん、さやきぬ、そっちの方面のやつの豆、それとミンジヌ人参です、人参、もやし1パック全部、そしてニラも1は全部入れて、野菜のエキス、椎茸だ、あと椎茎2つですね、椎茸2つ、茎のとこまで入れて、野菜のエキス、キノコのエキスたっぷりで美味しいものを作っていきますけど、これ食べたらね、非常に美味しかったですよ。非常に美味しかった。これ見ていただければね、分かると思うんですけど、炒めてから上に乗っけるだけじゃないんですよ。炒めてただ上にポンと乗っけるだけじゃなくて、一緒に野菜をスープで炊きますから、炒めた後。それなんでしょうね。それで美味しくね、エキスが出てきて、汁までね、美味しかったな。美味しい汁でした。あとね、変則的に、作っていく部分があるんですけども、それはね、ちょっと見ていただきましょうか。これから やっていきますね、見ていただくとして。これ、まな板割れました。で、足の方、足の方って言わないか、あれなんて言うんだ、根っこの方を切りまして、でこれで洗います。しっかりね、野菜はやっぱしっかり洗わないと泥がついておる場合があるから、これ見てくださいよ。こうやってまな板をね、今回この長いの切るときはやっぱね、横にしないとやりづらいっていうのもあって、いつかきっとというか、いつかこのなんだろうな、キッチン、二口三口のキッチンでまな板も普通に横に置けて、シンクもこのね、広くてというか深くてというか、そういうところに行けたらな、場所な、この家の場所すごい気に入ってるんですよ。あっちのバス停、こっちのバス停近い、あっちの駅、こっちの駅近い、あっち行ったらあれがある、こっち行ったらあれがある、もう非常に気に入ってるのであれなんですけどね。それがな、このキッチン、このキッチン自体も正直で気に入ってますよ。もうちょっと、僕が頑張ればっていう話だけであってね、前の家の時はですよ、こうやって調理してくれ、調理の動画撮ったらどうだ、調理動画撮れって言われてもね、そういうできなかったんですよ。でもね、ここの場合は、こうやってちょうどね、たまたまですね、上の方にね、これ入れるやつですよ、粉のやつと、液の麻油ですね、麻油。黒麻油って言うんでしたっけ、あれ、どっから始まったっつったかな。鉢巻き巻いてる、とっぽいというか、ちょっととんがってるというか、かっこいい、ラーメンの店主さん、あれ、神奈川の方だった、秦野の方だったような気がするな、確か始まりは。ごめんなさい、分身の術、何でしたっけ、とん平じゃなくて、しまった、もうど忘れです、黒麻油のラーメン屋さんの名前何でしたっけ。今どうされてるんでしょうかね。あんまり最近聞かないような気がするけど、僕もね、ラーメンに詳しいっていうわけじゃないですから、なんとも言えないですけど、まず人参から炒めて、これ、その黒麻油を、焦がし系ですからね、これはいい油でしょうということで、その油で、最後普通はですよ、このラーメン作った後上にかけてくださいみたいな形のものだと思うんですけれども、これ、その油で炒めていきます。ですので、もうこの時点で、僕は、この香りに、だいぶやられておりました。いい香りだな、これ幅醤油だと最高じゃないのと、これはね、いい予感しかしないよって、ね、その通り食べたら非常に美味しかったです。よかったよ、この方式でやって本当に良かったと思った。椎茸にはね、その黒米のあれを吸ってね、椎茸はうまみを増しますし、椎茸からまた出てくるね、キノコエキス、この野菜たちから出てくるエキスがスープをまた美味しくして、また思い出したら唾液が出てくるんですけれども、鼻が詰まっておるもんで、なかなか喋るのは喋りづらい。
これはもうしょうがない。ここら辺です。もうだいぶね、人参も火取ってちょっとずつきましたから、あんまり火通しすぎなくてもいいんですよ。なんでかって最後あのお湯で煮てスープ作るときに火通りますから、そこまでやらなくていいんですけど、一応その香ばしさというか焼きを入れて野菜たちが一番ね活躍できるような状態を、木島なりんですよ。木島なりんプロじゃないからね、油通しがどうちなんちゅうな感じだとか、そういうレベルの高い話じゃないですけれども、できる限りのことをやって、もやしも全部入れました。もやしも全部入れまして、半分残してスライドとかね、野菜とか肉とか、本当になかなか難しい。まあでもこれはちょうどよかったな。さすがに人参はあんまりにもでかすぎたもんですから全部はやりませんでしたけど、これあれです、今お湯出してるんです。お湯水からやったら時間かかりすぎてしまいますから、ちょっとお湯あったかいのにしてからやろうということで、待ちきれなくてね、完全に温まる、完全のあっちっち懐かしいな、お湯に出るまで待たないで途中でも入れちゃいましたけど、一応はあったかいお湯でやりました。あっちっちあっち懐かしいね。郷ひろみさん、その前、あ、ごめんなさい、郷ひろみさんのモノマネじゃないです、何でしたっけ、誰でしたっけ、なんとかバンデラスでしたっけ、忘れたけど、なんか忘れたな、なんか忘れちゃった。なんかあっちの方の人の曲を郷ひろみさんがカバーしたんですよね。あれは流行ったな。じゃんちゃじゃんちゃんちゃんちゃちちじゃ。これそうです。これうまいやつ。これ絶対うまいやつでしたっけ。それの汁スープ。粉状のスープを入れました。で、これでね、炊いていくんですよ。ちょっとだけね。その、あんまりぐっちゃぐちゃに炊きすぎませんよ。なぜかって、野菜の食感が失われるから。ただ、胃腸は、馴染ませないといけないというか、炊かない、ある程度の炊く時間は必要ですから、やっておりますけれども、あんまりもうグッツーグッツー、グッツー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 はしません。もうこんだけのもんです。こんぐらいのもんです。じゃないともう本当にせっかくの野菜の食感がなくなりますからね。で、これ先に汁入れます。なぜ先に汁入れるか。麺が固まった、これ、前も言ったか。麺が固まったまま、ドボンと、ドカンと出てきても困っちゃいますから、ここで汁だけ入れて麺をほぐしております。これが大事ですよ。はっきり言って誰かに食べさせるわけじゃないから、自分だけの問題ですから、どうだっていいだろうって話なんですけれども、やっぱりね、せっかくだから。あ、でも、そのまま入れてから、食べる直前に、野菜とかと天地返しじゃないですけど、ぐしゃぐしゃして、やるのもいいんでしょうけど、今回はというか、木島は、ちゃんとこれ今、人参でね、人参でこうやって集めてますね。フライパンにニラやら何やらくっついたままにならないように、全部こうやって、無駄なく持ってって、食卓というのがテーブルだな、テーブルに持ってって、あれ、残さずですよ、1個見つけたからね、これを持ってって、美味しくいただきまして、野菜たっぷりで、これも健康そのものでしょ、ミスター健康食、ミスター健康木島ですか、やったぜ健康食ですからね、よっしゃ、どうですか、これ本当食べてる方の動画もぜひご覧になってください、めちゃめちゃ美味しかったですから、見て、ほら、いいでしょ、絶対美味しいやつ、よろしくお願いします。